皆さん、こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今回は、前回に引き続き、平将門の恐ろしい呪いの数々をランキング形式でご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。第7位、恐怖、秀吉の誤算と豊臣家の滅亡。秀吉は、家康に対して関東への国替え、しかも小田原や鎌倉ではなく江戸を支持します。秀吉は江戸の開発にかかる多大な労力と資金、そして将門の呪いによって家康の勢力が衰退すると思ったのです。ところが将門の呪いは家康の懐刀で怨霊五行にも通じていた天海僧正が首塚の移動と五色不動明王を祀ることにより完璧な封印を行ったんです。これは秀吉の誤算となります。ちなみに五色不動明王はこちらの動画でもご紹介しています。結局秀吉の大陸侵攻から始まった組織の弱体化が豊臣家滅亡の始まりとなったのに対し、大陸侵攻にほとんど関与しなかった家康は将門の妖力を封じることで江戸幕府を長期的に安定させたのでした。続きまして、第6位、恐怖、伊達家の呪い、境屋敷の惨事。江戸時代になって、将門の首塚は、普代、堺歌の神家の屋敷の中に取り込まれます。1671年、仙台藩で伊達騒動が起きたため、幕府の審問を受けるために、仙台藩の数名が、この境屋敷に召喚されるのですが、この時に、仙台藩の原田海が、伊達宗茂を斬殺し、原田海自身も境家の家臣に切られて死亡してしまうんです。実は平将門の乱と同時期に起きた藤原の住友の乱で太鼓を立てた一族の末裔が原田家だったことから、原田海の乱心は敷地内に組塚があったことによる将門の呪いだったと言われているんです。続きまして、第5位、恐怖、明治政府の戦いと大蔵庁舎への呪い。明治天皇の即位の礼の際に勅使を讃岐に遣わし、崇徳上皇の御霊を京都へ帰還させます。これが白峰神宮です。この年、神仏分離令が発令され、仏教にとって過去最大の迫害・破壊活動となった廃仏毀釈が行われます。このことで天海僧正が築いた結界が壊され、封印力が失われてしまい、西郷隆盛の反乱などが起きてしまいます。明治新政府は、将門の霊力を封鎖するために、靖国神社を中心とした四角形の結界を作ります。この結界を作るために、青山霊園、谷中霊園、雑司ヶ谷霊園を新設し、築地本願寺を結んだと言われています。さらに山手線を作って、結界を盤石なものにしようとしたのだそうです。明治10年、将門の首塚のあった境屋敷は、大蔵省庁舎となります。敷地内の氷炭池の真ん中の丘の上の立派な松の下に将門の首塚があったという記録があります。しかし大正12年、関東大震災によって大蔵省庁舎は被災してしまい、建て替えることになります。この工事の際になんと首塚を壊してしまうんです。その後、仮庁舎で工事関係者や小職員、さらには時の大蔵大臣など14人の相次ぐ不審死が起きてしまいます。続きまして、第4位、恐怖、公暦2600年、1000年目の忠告。第5位でご紹介した大蔵省仮庁舎が17年後の昭和15年、霞ヶ関の新庁舎へ移転することになり、建設工事が始まります。ところが工事の途中で落雷によって官庁街一帯が焼失してしまうんです。全焼21棟、もちろん大蔵省庁舎も全焼し、死者2人、重軽傷者100人以上という大惨事となります。これが将門の死からちょうど1000年後のことだったので、再び首塚をおろそかにしたたたりだ、という声が上がります。大蔵大臣が将門鎮魂祭を催し、大蔵省は戸籍保存し、現在の首塚にある遺体ストーバを建立します。遺体ストーバには、平将門、蓮阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、徳治2年、という文字が刻まれます。続きまして、第3位、恐怖、
GHQ に牙を向く焦土の呪い。終戦後、GHQ が空襲で全焼した大倉省庁舎跡地を駐車場にしようと、重機で整地します。この時に、重機が黒い石に引っかかって転倒してしまい、一人が亡くなってしまいます。調べてみると、この石が首塚の石だったことがわかり、再び、これは、正門の呪いではないか?と話題になるんです。結局、駐車場の計画は中止となり、首塚は元の位置に祀られることになります。ちなみに、この空襲によって、正門の結界が壊されたという説もあります。続きまして、第2位、恐怖、銀行に取り付く呪い。正門の首塚があった大手町の大倉省跡地に、1961年、日本長期信用銀行の本店が建設されます。ところが、しばらくして、町銀の首塚に面した部屋の行員が、次々と病気にかかってしまうんです。そこで、神田神社の神主を招いて、お祓いを行い、収束するのですが、結局、町銀は、債務超過や不正融資や粉飾決算などによって経営破綻してしまうんです。いよいよ第1位です。恐怖、首相への復讐。実は、日本の首相の中に、平将門を討った、藤原秀里の子孫がいらっしゃいます。それが佐藤栄作元首相なんです。藤原秀里は、将門と会った時に、新郎の器がないことを見抜いて、将門の味方にはならずに、逆に将門を討伐し、その子孫は、本流の、奥州藤原、佐藤、首藤、近藤、武藤、波多野、大友、小山、佐野、結城など、支流を含めると100を超えると言われるほどに繁栄します。佐藤栄作さんといえば、ノーベル平和賞受賞、戦後に農地を奪われた方への補償、日韓基本条約の請求権の決着、小笠原と沖縄の返還などの実績があるのですが、そんな佐藤栄作さんが受けた将門の呪いというのが、成田空港に関する構想なんです。千葉県の成田といえば、前回の動画でご紹介した通り、将門と密接な関係のある場所ですね。成田空港建設は、千葉県にあまり説明をしないまま、急に着工が発表されたために、地元が大混乱します。その後の、三里塚への移設決議がさらに難航し、空港建設反対派による、テロ、ゲリラ事件が繰り返され、双方に死者を出す惨事をもたらすことになるのですが、この三里塚は、戦後、開拓で移り住んできた人たちに、入植させた土地でしたから、将門の乱の頃の関東の状況と似ているところがあるんです。当初、反対派を支援していたのは、日本共産党や日本社会党だったのですが、次第に、審査欲と呼ばれる人たちが中心となっていき、より暴力性が強くなっていきます。成田構想は、1995年、自社連立政権下での、村山富市元首相の謝罪によって、政治的な終焉を迎えます。村山富市さんは、当初、反対派を支援していたとされる、日本社会党の党首でしたので、日本社会党もまた、将門の呪いを受けたという人もいるそうです。いかがでしたでしょうか?今回は、日本三大怨霊の、平将門の恐ろしい呪いを、ランキング形式でご紹介してみました。現在の将門塚は、敷地内の安全性と、管理性の向上を目指すとともに、これからの時代にふさわしい、新しい将門塚として、皆様に愛されることを目指します。ということで、第6次改修工事が終了し、令和3年4月に、式典が執り行われました。隣接地は、2020年に大手町湾という、オフィス、ホテル、ホールなどの複合施設が開業したそうです。このチャンネルでは、歴史伝統文化と、それに基づく日本人の精神性をご紹介しています。よろしかったら、チャンネル登録をお願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。